皆さんこんにちは。大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただきいつもありがとうございます。やっと出れました。再び皆さんの陰に隠れてたんですが、今日は私大金が担当させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、白塚先生から今日はお題をいただきました。白塚先生の患者さんでですね、夜中に足がつってしまうんだけどもどう対処したらいいんだろうっていうお話をいただきました。私が普段患者様にお伝えしていることを中心に今日はお話をさせていただきたいと思います。まずなぜ足がつってしまうのかというお話なんですけども、これ一般論なんですが、寝ている時に足がつってしまう場合っていうのは結構脱水ですね。寝ている間っていうのは結構水分が失われていますんで、脱水が関係していることがあります。結構伺ってるとですね、夜中にトイレに行く回数が多くなってしまうから水分はなるべく取りたくないんだっていう方も結構多いと思いますので、その辺があると思います。あとこれからの季節ですね、日中汗をかいた後にカリウムだとかマグネシウムとかカルシウムとか、いろんなミネラルですね、そういったものが不足していてつってしまう方もいらっしゃると思います。でそういった方は、さっき水沼先生とも話をしてきたんですけども、やっぱりですね、果物だとかナッツ類なんかがいいよねっていう話をさっきしてきました。僕も同じように思っていて、僕も果物とかナッツ類って結構好きなのでよく取るんですが、僕って夜中釣ったことってほぼないんですよ。今まで本当に1回あるかないかです。フルマラソンをほぼ練習なしで走った後そしてお酒飲んだ後ぐらいです。フルマラソン走ってお酒飲んだ後に1回釣ったっていう記憶があるぐらいで、他はほぼないんですね。なのでナッツ類とか果物なんかおすすめですね。あとはですね、これからの時期ですね、冷え、結構冬よりも寝ている時っていうのは夏冷えるんですね。扇風機だとかエアコン結構ね地味に冷えるんですよ。なので長ズボンを履いて寝るとかっていうのも非常に予防としてはいいんじゃないでしょうか。で、大体ざっくりとですね、原因だとかこんなシーンで起こりますよねなんていう話もさせていただいたんですけども、つってしまったらどうするか、皆さんそこにやっぱり興味があると思いますよね。つってしまった時には急激に伸ばすんじゃなくて優しくですね、例えばふくらはぎがつった場合ですよ、このままこういう風に前足をですねちょっと一歩出していただいて、かかとが左足のかかとが浮くような感じでポジションを取ります。その後何か壁かなんかに寄りかかりながらでいいと思うんですけども、鼻から息を吸います。で口から吐きながらかかとを地面につけていきます。その時にちょっと多少ですねこう突っ張り感が出てくるので、突っ張り感を感じるぐらいで十分だと思います。でつってる時こんなことできないよって思ったあなた、そうですよね、こんなポジション冷静に取れないですよね。でもつってしまった時にはもう仕方がないので、うつ伏せの状態ですね。ちょっとここでやろうかな。今日は僕はあえて裸足できましたんでうつ伏せの状態で、つってしまったと思ったらうつ伏せの状態でこうなんとか持ってきてください、こっちの足で。それでこうつま先をですねしっかりとベッドのついていただいて、布団の方についていただいて、ここから膝を伸ばすんですね。で体重をかけます。これテクニックです。釣ったことないけど考えました白塚先生って釣るの？僕もあんま釣らないんです。釣らないんだ、なんか釣らない者同士で動画撮ってるのもね、ちょっとあれだけどねで大体30秒ぐらいですね。でだんだん柔らかくなってくるんで、そしたらもっとですねこう下に体重をかけていっていただけると、そして膝をさらに伸ばすと、こういった感じでやってみてください。隣にですね誰かご夫婦とかで誰か寝てらっしゃったりする場合ですね、伸ばしていただくっていうのもありだと思うんですが、1人でやらなきゃいけない場合はこういったものがとてもおすすめだと私は思っています。いかがだったでしょうか。少しでも皆さんのお役に立てたら幸いです。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録、コメント欄にてどしどしコメントもよろしくお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。